みなさん、こんにちは花農園世羅高原農場の代表吉宗誠也と言いますいつも世羅高原の花畑をご利用いただき誠にありがとうございます現在世羅高原農場ではチューリップが咲き始めていますそしてここから車で20分ほど西に行った花農園カムの里では芝桜とネモフィラが一面咲いています 二つの花、それぞれこれから見ごろを迎えようとしているまさにそういう状況です今日は皆様にお伝えしたいことがございますセラ高原農場チューリップ祭り及びフラワービルッジカムの里、芝桜と根本平農家花畑の見学を4月の20日より5月の6日までの期間一時休園をいたしたいと 考えています再開演は5月の7日を予定しています春の花畑を楽しみにしていただいた皆様、えー、誠に申し訳ございません全国に感染症予防のための非常事態宣言も出ており広島県におきましてもゴールデンウィークにかけて人の移動や接触を 限りなく抑えるよう自粛要請も出ております瀬良高原はのんびりとお花を見ていただいてゆっくりしていただけるという広大なスペースがありますこんな時期だからこそ花を見て癒されたよというお声を頂戴することもありますが中にはこういう状況下において不安の声やまた名指しでの批判等々のお声を頂戴することもないことはありませんでした そういったことを踏まえまして働くスタッフそれからお越しいただくお客様にとって心地よく楽しんでいただける内外の環境下ではなくなってきたなというふうに考えた次第です目の前に広がっているチューリップ畑は昨年からスタッフ総出ですべて手作業で植え付けたものですそこには土作りからも含めて 長い時間と労力とそして私たちの思いを込めていますそういったものを見ていただけないのは非常に残念ではありますまた私たちは県営や国営のような施設とは違い民間で運営していることもあり働く人たちそして関わる皆さんのことも考えに考えた末の決断っていうことも ご理解いただければというふうに思っております再開園までしばらくの時間がありますその間私たちは花畑の管理も続けながらゴールデンウィークが明けた時に花々が元気でいてくれるようまた皆様とお会いできるよう願いながら日々を過ごしていきたいなというふうに考えています皆様も、えー、体調と感染症の予防等にも努めていただきながらぜひまた お会いできることを楽しみにしております最後にもう一つ皆様にお願いがありますこうした花畑を毎年作り続けていくためまた次のシーズン新しいことにチャレンジして皆様に喜びとか発見とかをそういったものをご提供し続けていけるように皆様のお力をお借りしたいのですホームページの中にオンラインショップを立ち上げました そのオンラインショップの中には、えー、私たちの活動を支援していただけるそういった内容のものをですねいくつかご用意させていただいておりますこういった状況下ではありますが皆様にお買い求め等いただき私たちの活動を支えていただければというふうに思いますセラ高原の花の魅力をご自宅でも楽しめるような内容のものや毎年大好評のスイートコーンなど そういったものもご準備していますオンラインショップに見ていただいてご協力いただければというふうに思っています花はみんなを幸せにするセラ高原農場はこのメッセージを皆様との絆架け橋と思って頑張っていますこういったものをまた形にすべく感動の花風景をこれからも頑張って作ってまいりますので皆様のご協力を お願いいいいしたいという,ふうに思いますゴールデンウィーク明けには花の丘でまたお会いできることを楽しみにしています。